ちょっとねえ、昼間からゴロゴロしてるんなら買い物行ってきてよ。おお、それじゃああんたはお夕飯いらないのね。お醤油とみりん、それから鶏もも肉と玉ねぎと人参とキャベツ一玉。あ、ミネラルウォーターも2リットルのやつを2本ね。あとお洗濯の洗剤とシャンプーの詰め替えと、あ、そうだ、確か今日特売だったからトイレットペーパーも買ってきて。やはよ、暑いもん。それにお肌が焼けちゃうじゃない。あんたはちょっと日に焼けてきなさいよ。家でダラダラしてばっかりの真っ白い男なんてモテないくん真っ白だよ。おだちにアイス買ってもいいわよ。先輩、thank you。
を使ってもらっちゃってすみません。でも本当に大丈夫ですから。ありがとうございます。それじゃあ私これで。先輩、いいえ、何でもありません。私、帰ります。ありがとうございます。でも一人で大丈夫ですから。すみません。ごめんなさい。おかえり。なにその疲れ切った顔。このくらいの買い物でだらしないわね。
そうだ、サトシ君来てるわよ。あんたの部屋に上がってもらってるから。お使いご苦労ご苦労。ねえ、この漫画の続きの巻ないのか？寂しいお前の夏休みにこの俺が素敵な彩りを加えてやろうと思って遊びに来てやったんだから感謝しろよ。ん？お前には天井のマンダラにも負けぬこの極彩色の美しさが見えんのか？と二人とも仲いいわね。お笑いコンビ組んでデビューしたら？いやー、俺だけならアイドルデビューも夢じゃないんですけどね。どうせならこの原より麗しいお姉さんと組みたいな。どうです？俺とお姉さんなら大人気間違いなしですよ。芸能界に興味はないから遠慮しておくわ。それじゃあサトシ君、ごゆっくり。優しいし、まさに理想のお姉様像だよな。あんなお姉さんと一つ屋根の下だなんて羨ましすぎるぞ。お姉さんと毎日ご一緒できたら夏休みもバラ色なのにな。これで退屈なんて言ってるこの原は贅沢すぎるぜ。おまけにお隣さんは学園でお嫁さんにしたい女子ナンバーワンのスモモちゃんと来た。もうなんて羨ましい環境なんだ。どうした？夏バテか？いい若いもんがそんなことじゃいかんぞ。まったく、つむぎちゃんといい、この原といい。起き上がるなよ。おお、なんかさ、
調子が悪いからって修理屋休んでるらしいぜ。夏休みに入るちょっと前かな、修理頼みに行った奴ら全員そう言われて断られたってさ。それにな、ちょっと気になる噂も聞いたんだよな。ちょっと落ち着けって、お前なんか変だぞ。あくまで噂なんだけどさ、紬ちゃん、あの工学部に入ったらしいぜ。そうなんだよな、工学部の問題はうちの生徒なら全員が知ってる話だし、ありえないと思うんだけど。でもな、紬ちゃんが工学部の部室、裏庭のガレージに出入りしてるって話だぜ。修理屋の依頼全部断ってるのにか？それに工学部の3人組と話してるところもみんなに見られてるんだよ。周りが心配して奴らに関わっちゃダメだって忠告したり、どういうことなのか聞いても全然答えてくれないんだって。状況から見る限りだが、多分な。それにな、お前が深刻な顔してるから言いにくいんだが、紬ちゃんちょっとやばいかもしれん。今まで修理屋人気で持ち上げられてた分の反動っていうかさ、生徒会と対立してる工学部に入ったって話が陰で広まってから、どんどん悪い噂が立って、さらに尾ひれまでついちゃってる。学校の備品直したりもしてるから、それで先生からこっそり内申点上げてもらってるんじゃないかとか、男子にこびてるっぽいとか、
人気あるから調子に乗ってんじゃない、超生意気なんてこき下ろしてるやつらもいるんだって。修理屋広めちまったのって俺だしさ、こんな状況になると責任感じちゃうぜ。まあどれも噂でしかないんだけど、本当かどうか確かめようにも本人が何も言わないってのがどうにもな。そりゃ全部鵜呑みにはしてないけどさ、でもやましいことがないんならだんまり決め込む理由なんてないんじゃないか。俺だけじゃなくて信じたいって思ってる奴らもたくさんいるけど、このままじゃな。小野原くんってば。さっきから何度も呼んでるのにどうしたの？今日はすごい集中力ね。その表情ではファイル整理が楽しくて我を忘れてましたって感じでもなさそうね。まあいいわ、それよりそんなに根を詰めていてもよくないわよ。一息入れましょう。小野原くんの入れるお茶はとても美味しいから嬉しいわ。そろそろ戻ってくると思うから、いつものを入れてあげて。え、お願いしますね。
ご苦労様。ありがとう、ご苦労様。なぜだ？特にその必要はないが。あなたがお茶の時間まで眉間にシワを寄せているからよ、スミレ。かわいそうに。この原くんは自分の入れたコーヒーがまずいのかって心配してるのよ。ああ、すまないな、この原。コーヒーに問題はない。問題は、これだ。各部活の夏季大会も近いし、みんな遅くまで残って練習しているからな。騒ぎが広まるのも早いようだ。夏の風物詩といえば聞こえはいいけど、生徒たちを不安にするのはいただけないわね。そう思いたいが、これだけ多くの生徒が実際声を聞いたと言っているからな。生徒会としては迅速に原因を究明しなければならないわ。実にくだらんが、こんな騒ぎも解決できないのかと生徒会を揶揄する風評も流れているそうだし、捨ておけない話だな。とにかく確かめましょう。そんなまだるっこしいことしていられないわ。明日の夜、3人で学園を見回りましょう。仕方ないな。早急に解決するためにはそうするしかないだろう。この原くん、私たちのボディーガードをお願いしますね。頼りにしてるぞ。